お疲れ様です。 FUK プランツキノピーです。今回はドライガーデンにおすすめのアガベランキングトップ7やっていこうと思います。はい、じゃあ地植えアガベランキングっていうことで、完全にねもう僕の好み丸出し、僕の地植えのしたことがあるアガベの中から行かせてもらおうと思います。でただランキングにする以上はある程度ね基準は設けた方がいいかなと思ってまして、まず地植えなので一つはね、寒さに強いかどうか。もう一つは、病害虫。特に病気ですね。病気に強いかどうか。で、三つ目は、価格が安いかどうかとか、入手がしやすいかどうか。この三つはね、確実に踏まえてね、ランキングっていうのを決めていこうかなと思います。と、あと、もう一つ、成長スピードですね。これ、人によってね、結構ね、意見が分かれるところじゃないかなと思います。特に狭い花壇だと、成長スピードね、遅い方がね、いいよねっていう人ももちろん多いとは思うんですけど、僕はですね、成長スピードは、ある程度ね、評価をしたいと思います。プラスの評価ですね。で、まあ、僕が単純に成長が早いアガベが好きっていうのもあるんですけど、それ以上に、最近のある程度の大きさがあるアガベっていうのがね、高すぎるからです。販売者の皆様。どうにかしてください。本当に。普通に何十万もしますね。それかなりきついですよね。まあ、そんなのね、やっぱりちょっと買うの限界があると思いますので、小さいアガベをね、安くで買って、それを植えて、それがね、比較的早く大きくなるのであれば、僕はそれはね、プラスの要素として、このね、ランキングに取り入れたいなと思ってます。なので、まあ、整理すると、寒さに強いかどうか、病気に強いかどうか、価格はどうか、入手はしやすいか、あと成長は遅すぎないかどうか、このあたりの基準をベースにランキングトップ7やっていこうかなと思います。はい、では7位からいってみましょう。はい、じゃあ第7位はグリーングローですね。あんまりねおすすめしてる人いない気がしますけど、僕はねかなりね好きなアガベの一つです。このね、なんといってもね、赤トゲがね、綺麗。なんか濃いこのね、緑の葉に赤くね、細かいトゲがあって、それがね、日に当たったりするとね、もうめちゃくちゃね、美しいんですよね。で、これ実は、この世の時にブルーグローで買いまして、ただね、色とか葉幅がなんか違う感じがするんで、まあ、多分ね、グリーングローなんですけど、まあ、ブルーグローとかとね、同じ系統の品種ですね。で、我が家に来て、まあ大体3、4年くらい経ってまして、今ね、鉢植えですけど、重油もね、一時期やってました。で、寒さにね、強くないみたいな情報もたまに見るんですけど、うちでは、重油でも鉢植えでも、ノーガードでね、ノーダメージで越冬してますね。寒さにも強いし、まあ、病気にも強くて、かなりね、育てやすいですし、価格もね、そんな高くないと思うんで、かなりおすすめだと思います。で、成長スピードとか、サイズ感っていうのもすごいバランスが良くて、弱点がね、あんまりないんじゃないかなと思いますけどね。欲しいってね、その弱点を言うのであれば、見た目がね、そんなに派手じゃないですよね。ドライガーデンってやっぱり青白い系のアガベが人気だと思いますし、もっとね、トゲがいかついとか、フが綺麗とかね、そういったのが人気なんで、まあ僕も大好きなんですけど、まあそれなりにね、比べるとちょっと見た目が落ち着いてるかなっていうのがあって、まあ7位に置いてます。まあただね、僕は結構好きなおすすめのアガベの一つですので、ぜひ参考にしてみてください。はい、次はモンタナです。ひたすらにかっこいい。このね、濃いね、緑といかついトゲ。あとね、歯が外れた後のウォーターマーク。もう全部かっこいいですね。これ僕ね、メルカリでね、200円ぐらいで買ったんですけど、最初は鉢植えで育ててまして、最近地植えして、こんな感じでね、いかつくね、なってきましたね。やっぱ地植えしたらね、成長スピードとかいかつさ変わる気がしますね。鉢植えより地植えの方がなんかいい感じになる気がします。あのね、このモンタナ寒さにね結構強いですね。まあ、皆さん言うので間違いないと思います。うちの子はそれに加えて病気にもなんかめちゃくちゃ強くてですね、梅雨も下葉とかやられたことほとんどないですね。で、成長はねめっちゃ早いというわけではないですけど、本当に1メートル以上とかね結構大きくなる品種で、ドライガーデンのね、いいアクセントになる、かっこいいね、アガベだと思います。で、本当はこのモンタナ、もっとランキングで上でも良かったかなと思ったんですけど、今年ね、僕がちょっと地植えしたばっかりで、まだね、地植えで越冬させたことがないんですよね。まあ、とはいえ、鉢植えで、放置で何回も冬を越してますんで、もう間違いなく大丈夫なんですけど、僕のね、地植え経験がちょっとあまりないっていうことで、今回は6位に置かせてもらいました。はい、じゃあ第5位はストリクタですね。吹き上げとも言ったりします。大きくなってくるとね、こんな感じで丸くなっていって、なんかね、
小さいロストラータみたいな感じなんですよね。かわいい。体幹性がね、かなり強くて、まあ、鉢植えだとね、多少なんか葉先が病気っぽい感じになったり、ストレスカラーがね、出ちゃったり、ちょっとうちではするんですけど、まあ、狂犬で自分にね、おすすめのアガベの一つです。でね、バチバチにね、日光に当てて育てるとこんな感じで、葉がね、立ってきて、密度が上がってきて、かなりね、美しいんですよね。もう真上から見たりするとね、ほんと吸い込まれるような綺麗さがあります。で、大きさも、うちでね、これ3、4年くらい育てててこんな感じなんですけど、急激に大きくなるっていうわけでもないので、比較的ね、狭い庭とかでもいけるのかなと思います。ただね、弱点は、とにかく危ない。我が家のね、危険なアガベの多分1位ですね。ロストラータみたいに、これ歯がね、柔らかいかと思ったら、この子ね、めっちゃ硬いんですよね。一回お尻に刺さってこれが、マジ悶絶しました。ってくらいね、危ないアガベですので、ちょっと注意が必要ですけど、歯の密度が上がると美しい、おすすめのアガベの一つです。はい、じゃあ第4位は、フェロックスです。もうね、とにかくいかつい、かっこいいアガベですね。この子にも何度体に穴を開けられたかわからないです。ほんとね、この子はね、トゲがガツすぎる。で、これ、重油してて引っこ抜いたんですけど、マジでね、まあ、写真見てもらえばわかると思うんですけど、狂気でした。見た目だけじゃなくて、寒さにもね、病気にもめちゃくちゃ強くて、とにかく狂犬ですね。成長スピードはそこそこ早く、何より大きくなります。で、僕は成長スピードとか大きさっていうのを評価してるんで、まあね、4位に置いてますけど、肩が狭いっていう人はね、ちょっとしっかり考えてから、検討して植えてください。値段も、不入りじゃなければ、この辺は結構安くでいろんなところで出回ってますね。で、こっちにこれ、斑入りをね、重植えしてるんですけど、斑入りもね、めちゃくちゃ綺麗です。で、ただ成長スピードちょっと斑入りの方が遅い感じがしましたね。まあ、アガベ全般、斑入りの方がちょっと成長遅くて、まあ若干弱いっていう印象がありますけど、フェロックスもね、まあそんな感じかなと思います。はい、じゃあまあダイナミックでかっこいいドライガーデンを作りたい人にはおすすめのフェロックスが4位でした。はい、トップ3の一角、3位はアメリカーナです。まあ、地植えのね、アガベの土定番とはいえ、外せないんじゃないかなと思います。で、斑が入っていない、こういう青い子をね、青の流絶蘭っていう風に言ったりしますけど、多分ね、日本で一番植えられてるアガベじゃないですかね、っていうぐらいね、至るところでよく見かけます。で、特徴はね、マジでね、すぐでかくなる。で、子が増える、なんかね、もう旺盛なアガベですね。こんな感じでね、ポコポコとね、こう出すんですよね。これランナーって言って、なんか、なんていうかな、へその緒みたいな感じで繋がっていて、いろんなところからね、地面から出てきます。はい、じゃあ、第7位。で、やっぱり日本のね、至るところで路地植えされてるだけあり、狂犬ですね。病気とか、夏の直射日光とかにはかなりね、強い印象あります。で、値段もね、安いですし、手に入りやすいので、まあ、そういった理由があって、今回のこのランキングではね、この3位という上位に入ってます。で、弱点としては、寒さにやや弱いかなっていう印象が少しだけあります。うちの地域、まあ、九州なんですけど、いくら九州でも雪に埋もれるとちょっとね、なんか顔色悪くなる時ありますね。まあ、結局ね、全然平気で復活するんですけど、ちょっと関東とかからね、上の方の人とかは、まあ、もしかしたらね、ちょっとダメージ出たりする可能性あるかもしれないので、そこだけはちょっと注意必要かなと思います。はい。で、一言でね、アメリカーナと言っても色々いまして、まずこれね、斑入りですね。ちょっとね、普通の青くんよりはややね、病気とかに弱い感じはしますけど、この色合いで大きくなると、なんかモンスターって感じがしてね、迫力があるアガベですね。あとは、こっちがこれ、華厳です。白い斑が入った美しいアメリカーナですね。斑入りなんですけど、普通のね、青くんとかより、ちょっとね、寒さにね、強い感じがしますね、これは。ただね、この子は、下歯とかがね、やられやすくて、あとね、歯が開きやすいんで、ちょっとだけ難しいかなと思います。サイズがね、大きくなって、歯が立ってくると、めちゃくちゃね、かっこいいんですけど、今ね、育て方を模索しています。はい、で、アメリカーナの最後は、エクスパンサですね。この斑入りをパリーダ、エクスパンサパリーダって呼んだりします。これもね、かっこいい。もうね、めちゃくちゃ好き。この青白い歯に薄いグリーンの斑でいかついね、うねった姿。もう僕、ドンピシャなんですよね、これ。重絵とかね、関係なしに、もう好きなアガベランキング、トップ3に入るアガベですね。で、まあ、青くんほどではないですけど、まあ、成長も早いですし、強いし、かっこいいアガベです。はい、こんな感じで、アメリカーナ、いくつか紹介しましたけど、強くて、大きくなって、成長も早くて、まあね、ドライガーデン定番のアガベだと思いますんで、ぜひね、興味がある方は植えられてみてください。はい、では第2位は、パリーです。
1位じゃないんかいと思った皆様、申し訳ございません。私の中ではパリーは2位でございます。とはいえ、ドライガーデンのアガベにおいて、不動の地位を確立しているもう王様ですね。で、まずパリーといえば、もう寒さにすこぶる強くて美しい、これだと思います。で、最終的にはね、大きくなる品種が多いんですけど、成長スピードはやや遅めなので、狭い庭、広い庭、どんな庭でもね、楽しめる最高のアガベだと思います。で、パリーと一言で言っても、パリーもね、いろいろ品種がありまして、この大人気のトランカータ、寒さに激強で大きくなる吉祥天、お蕎麦のネオミキシカーナ、こっちに小さいですけど吉祥天2匹もいますね。で、これは名前よくわからないやつみたいな感じでたくさんねありますね。ただね、パリー弱点がありまして、この下葉が行きやすいんですよね。こんな感じでね、殺菌してても結構ぐちょぐちょにやられたりするんですよ。なので、これが僕の中では1位に君臨できない、ちょっとうちが雨ざらしっていう理由がありまして、放置でもね、強くないっていうのが、ちょっとうちの環境だと1位に置けない理由ですね。で、成長スピードも遅いので下葉がやられやすいってことは、なかなか大きく美しくするのがちょっとね、難しいんですよね。あと、僕はお小遣いガーデナーなんで、大きい高い株っていうのがね、なかなか買えないんで、パリーのでかい株とかね、特にめちゃくちゃ高いんでね、なのでちょっとね、2位に置かせてもらってます。とはいえ、成長スピードが遅いっていうことは、狭い庭でも長く楽しめるっていうメリットがねありますんで、多くの人にとってはね、そういったところが良くて、皆さんの1位にね君臨してる最高のアガベだと思います。なんだかんだ僕もね、パリーが株数一番多いですから、パリーはね、ドライガーデンには絶対植えてほしいアガベの一つです。はい、1位はもうちょっとね、経験がある方お分かりかと思います。オバティフォリアです。オバティ最強。うちの環境では、僕にとってはですね、もうオバティがね最強です。他の追随を許しません。美しい、速い、強い。まずですね、見た目が美しいですね。めちゃくちゃ綺麗、迫力もあります。このね、青白い肌もたまらんですね。で、寒さにも強いです。病気にも強い。普通に雨ざらしでもね、綺麗に育ちます。で、ちょっとね、鉢植えだと若干やられたりしますけど、でもね、普通に強いと思いますね。で、成長スピードもね、めちゃくちゃ速い。すぐでかくなります。小さいサイズだったら、斑入りとかじゃない限り、結構ね、お手頃っていうのもね、そこもいいですね。小さいサイズを植えたとしても、すぐ大きくなるんで、すぐね、ドライガーデンに迫力を出すことができます。これね、僕、かなり貴重だと思うんですよね。でかいのはオバティだろうが、パリーだろうが、お金かかりますから。ただもちろん、狭いスペースだとすぐ大きくなるっていうデメリットはありますんで、本当に狭いスペースしかないよっていう人は、パリーとかを植えた方がいいと思いますね。とはいえ、うちもこの横幅3メートルくらい、奥行き 1.5 メートルないぐらいのね、そんなに広くない門柱の前に、でかいオバティ植えてますから、ちょっと余裕があったらね、全然僕いけるとは思いますけどね。小さいオバティ買って植えて、本当にもうでかくなりそう、やばいってなったら、ある程度の大きさのところで鉢上げをするっていう手もありますし、僕は普通にある程度スペースがあるんであれば、ドライガーデンでオバティを植えない手はないんじゃないかなと。植えるしかないでしょと。そんな最強のアガベだと思ってます。はい、では僕が思う10位アガベおすすめランキング、こんな感じでした。1位はね、オバティということで、ぜひですね、皆さんが思う10位おすすめアガベっていうのもね、コメントとかで教えてもらえると嬉しいです。今回のランキングはあくまで僕がね、10位をしたことがあるアガベに絞って育てた感覚でランキングをしてますので、ドライガーデンのね、アガベ選びの参考までにしてもらえると嬉しいです。ではまた次回の動画で。お疲れ様でした。